ようございます。おはようございます。今日は私の一日の密着撮影です。今は朝の7時10分です。朝起きたらまず初めにこのビワ茶の発酵茶にアークフェロン Z という乳酸菌生産物質を入れて飲みます。ありがたいことにサポートしていただいているので、いっぱい入れて味はちょっと酸っぱい感じがするんですけど、全然飲みやすい。毎朝お茶に入れて飲むのが習慣です。朝ごはんを食べて8時半に家を出て4時間のロード練習に行きます。4時間。バランスよく食べることとタンパク質と、あと緑黄色野菜をかなり入れることですね。ここにも小松菜が入ってたり、はい、あとこんな感じで切り置きを作っておきます。はい、作ってもらいました。ありがとうございます。今日のメニューは玄米ご飯、玄米ご飯が 180g と具沢山のお味噌汁と納豆、タンパク質として納豆と鮭。大体朝はいつもお魚を食べています、うん、で野菜がトマトと玉ねぎと大葉、ほうれん草と卵と、あとひじきの煮物というメニューです。朝からしっかりタンパク質と一日一食お魚というのを心がけています。ほうれん草とかトマトとかの緑葉食野菜を摂るようにしています。いただきます。安くて、感じです。食べてみます。昼ウェアの背中にポッケが3つついてるので、ここに食べ物を、おにぎり2つ、鮭おにぎり2つと、ゼリーを入れて、携帯とか入れて走ります。そうね、入るんだけど、私はサイズが小さいから結構いつもギリギリで、レアのサイズを見てます。これは何ですか、聞いて。あ、骨伝導。骨伝導だったら耳を塞がないから、そう。はい。そうなんだ。待つのが嫌だから、私はすごい怒られるから、ギリギリに来る。ブリヂストンサイクリング。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。
summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while. そうなんだ。結構こういうトラブルもあるある。いや、たまに、本当にまれ、多分緩んじゃって、段差とかで。カツカツ鳴ってるんだね。あ、あった、なんかいそう。おー、絶対あるんじゃない、あれ。あ、あった、すごい。ありました。わ、すごい。結構多いよ、ちゃんとセット。なんか伊豆をこうやってお金を出し合って、人車選手に、うん、いや、どういう風にちゃん説明したかんの、それ。ちゃん説明して、どこにします。これこうやってめちゃあるの、これ借りますって言ってね。え、すごい。へぇ、なんかこうやって近くにバイシクルキット全部パンクした時とかね、選手、はいはい、がトラブルあった時に練習に最適です。ちょっと直しに行きます。
続いていく。もう上りで追いついてもらうとあれよ下り追いついてる下り絶対ついてない。でも全然ついてきてマジで穴があるから怖くない。それがね、今も多分その段差で緩んで。よく一緒に練習してるんですか。そうですね、時間が合えば一緒に来ますし、はいはいはい、基本は一人で練習してるんですか。いや、大体一人かカジュアルと一緒に。あ、なるほど。結構走りますね。まあ、僕がずっと前引いて、はいはいはい、上りは、まあ、あんまりきつくない程度で、はいはいはい、上りきつそうですね、もう平坦は僕が先頭でちょっときついぐらいで、はいはい、弓がちょっときついぐらい、上りは僕が少し楽できついぐらいだから、はいはい、だからずっと僕が引いて、はいはいはい、4時間の疲労とずっとそれが合うっていうちょうど、いつも4時間ぐらいなんですか、やるときは。土日土曜は、はい、長く乗る日で5時間とか一人で練習は結構あるあるなんですか。一人とか二人は、まあ、そうですね、ずっとあの競技場出してるときはみんな出して、はいはい、でそれ以外のこういう行動を走るときは一人か、まあ、二人か、人によりますね、はいはいはい、グループで4人ぐらいで走る人もいれば、あ、各自なんでスタート時間も、はいはい、あの自由で、例えば4時間乗る日だったら別に12時から出てもいいし、はい、朝の9時から出てもいいし、究極朝3時に出てもう朝の7時に帰ってくるみたいなのでもいいんですよなんかサイクルラックのサイクルフィットの旗がね、どこか頑張ってるっていう中心してるから、治りました。お、良かったです。再出発します。はい。ガソリン入れてみ。追いつきます。お願いアップダウンやばすぎない、あれすごい、やばいよね。行きと帰りどっちが必要だ。行きあ、行きよ、気持ちが、うんうん、もうどこまで行くんだろうってあー、そっか、見えないから。でも帰りの分の体力も切らせられないしみたいな感じで、うんうんうん、でもめっちゃついてこいって叫ばれるし後半は結構きつかったです。今日は3時間半でトンネルで GPS 反応してないから約90キロ。本当だ。約90キロぐらい。昼ご飯。はい。です。今日の昼食は
ささみ鶏むね肉のシューマイ。中に玉ねぎも入ってるの。玉ねぎと鶏むね肉を中に詰めた手作りのシューマイと、緑洋食野菜、ブロッコリー、かぼちゃ、インゲン、トマトの緑洋食野菜とレンコンのチップス、ベビーリーフ、ベビーリーフ、ベビーリーフ食べやすい、すごい食べやすいと、ワンタンスープとご飯が、補食も食べてるので150g です。いただきます。いただきます。その練習が終わったらすぐに30分以内に食べられるように母が用意しといてくれています。おいしい、おいしいです。お茶も、お茶も毎日飲んでる。緑茶飲んだり、あとは炭酸水とかも飲むよね。伊豆すごいお茶が有名じゃん、静岡って。それからすごい美味しいんだよね。これから練習を終えて昼ご飯を食べた後にいつも行くところに行きます。ヒント1はリラックスできる。ヒント2は神秘の水がある。ここしかわかんない。伊豆は特に温泉が有名で、本当に泉質がすごい良くて、本当に入ってて気持ちいいし、使ってお風呂出た後もなんかずっと体がこうポカポカして、練習の疲労から回復して超回復して、次の日もまた全開でトレーニングできるので、すごいいいところですね。なんか今回怪我してしまったんですけど、やっぱリハビリの一環でも温泉に浸かることで怪我の回復、治療にもすごい役立って、回復も早まったかなって感じています。無料で入れる足湯スポットもいっぱいあって、地域の方々にも愛されているし、観光客とか遠くからも来るし、いつもなんか賑わってて、そうやっていろいろな温泉スポットいろんなところもあって楽しんでます。北条政子さんとか、すごい伊豆は歴史が深くて、戦いに行く前に温泉で癒したとか、その乗る馬にその温泉に浸からしてケアしたとか、自転車を温泉に浸からせることはしない、したことない。それやってみたいね。なんか温泉水で洗車する。山行って、隔てた感じ。なるほどね。ね。私がいつもトレーニングの後に来てリラックスしている静岡県伊豆長岡にある弘法の湯本店です。ではちょっと人生初の撮影交渉に行ってきます。行ってきます。緊張する。こんにちは。いつもありがとうございます。今日私が最近 YouTube を始めて、YouTube の撮影に来てもらってるんですけど、今日温泉を入らせていただいて、リラックスしている様子をなんか少しこの廊下とか、外で話してるのとか、大丈夫ですか？撮影してさせていただいても。そして私の、あ、わかりました。私の YouTube チャンネルでぜひ紹介させていただいて、ありがとうございます。少しでも貢献できれば幸いです。いつも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。結果は丸です。よかったです。緊張しました。よかった。ここに私のサインを飾ってもらっています。うわ、これが噂の神秘の水で、北斗石の神秘の水で、これをこうやって持ってきたストーブに入れて、水分補給をします。岩盤浴とか温泉浴とか。美味しい。滑らかです。これが秋田県玉川温泉に取れる北斗石。北斗石が放射する。から放射される天然ラジウムが体の中に浸透して、病気の治療だったり疲労回復だったりにすごい良くて、私もいつもこのラジウムを浴びることによっていつも疲労回復してます。これはオーストリアのワルガシュタイン鉱石からここの工房の湯本店に鉱石を運んできて、岩盤浴とか温泉に設置されてて、ミストサウナもこういうお水も、その鉱石を通して噴出されるから、その鉱石のラジウムが含まれてて、中の温泉はわざと換気とかしないで、窓とか開けないでそのラジウムを閉じ込めて、で入ることによってラジウムを体内に吸収できて、とても体にいい反応を起こすという仕組みになってます。だから水も、水もまろやか、神秘の水、神の水。ここに神秘の水があって、ここに温泉とミストサウナとロッカーがあって、でそこから浴衣を着て一度この廊下に出てきて、女性専用の露天風呂と岩盤浴、あと男性と女性共用のすごい大きい岩盤浴があって、なんか真ん中で分けて、ぬるい方と熱い方に分かれてます。だいたい岩盤浴に長いと30分ぐらい入って、汗を流して疲労回復します。リラックスします。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。すいません、入ってすいませんってなんかね、うちの先生もありがとうございます。痛いの方もちょっとずつなんですけど、よくはよかった、まだ痛いんですけど、なんとか、はい、そうですね、だいぶ治りも早い方で、なんとか4月のカナダの遠征に行けそうで、頑張ります。ありがとうござい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 ます。あー、気持ちよかったです。リフレッシュできました。今日は2時間入ってました。よかったら本当にリラックスできて気持ちいいので、ぜひ来てみてください。皆さん行きましょう。はい、では帰りましょう。夕飯です。一日の最後は麺、大好きな麺を食べることが多いです。今日はうどん、あったかいおうどんに具沢山、ほうれん草と豚肉とちくわとかまぼこと、これはだし巻き卵とかぼちゃとしいたけとにんじんが入ってます。で、副菜はポテトサラダと、フルーツはネーブルとセトカ、あとヨーグルトです。健康盛りいただきます。うどんが一番大好きだから嬉しい。いただきます。
うん、面白い。幸せ。おばあちゃん、うちの母のお母さんのおばあちゃんもうどん大好きだったみたいで、もう3世代です。うん、おばあちゃんか。ひいおばあちゃんだ。私のひいおばあちゃんだからもう4世代。うどん大好き。水しいたけも。へえ。うん。でっかいっすもんね。おいしい。プリプリ。めっちゃ香ばしい。なんか一回しいたけ農家さんのうちに行って、しいたけの収穫を体験させてもらったこともある。へえ、楽しそう。で、それをもうその場で、バーベキューで、しいたけを焼いて、で、なんか汗をかいてきたら、醤油を垂らして食べるみたいな食べ方を教わって、すごい楽しかった。絶対おいしいね、それ。うん、なんか伊豆ってなんか農家さんの田植え体験させてもらったりとか、うんうんうん、で隣のお家の、うん、おじいちゃんとおばあちゃんと最初仲良くなって、うん、で田植え体験させてもらったりとかして、うんうんうん、これまで東京の近くの方で育ってきたから、うんうん、すごい新鮮で楽しいし、うんうん、なんかこんなに大変なんだなっていうのを身をもって体験できたことによって、高校生の時は将来は果樹園やりたいですとか言ってたの。そうなんだ。そうで、高校も総合学科で農業も積極的に勉強してて、うんうん、単位取って、はいはいはい、でなんか将来田舎住んでやりたいとかって思ってたんだけど、うん、農家さんが毎日水を調整したり様子を見に行ったりっていうのを毎日朝早くから一日中やってるのを見て、すごいなって本当に尊敬して、なんか簡単にはやれないなっていうのを、うんうんうん、身をもって体験しました。子供みたいに扱うっていうもんね。うん、そう、我が子のように育てるっていうのを聞いた。愛情がこもって、ごちそうさまでした。美味しかったです。des bancs oranges et des bottes vertes. Des bottes vertes.Des bottes vertes. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu es maintenant Nando des? Il fait 18 degrés. Il fait 18 degrés.Donc, à Izu, combien de degrés à Izu? À Izu, il est, il fait beau. Jaune. 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 今はフランス語と英語を勉強してます。どっちも週1回、うん、から週2回とレッスンがあって、まあ、それ以外の日はその練習が終わって夕飯食べた後に宿題やったり、うん、自分で勉強したりしてます、うん、いつもは練習が終わって夕飯を食べた夜、うん、8時から勉強しています。今日は先生と私の都合で朝やりました。きっかけは今年の1月からコーチがフランス人になったので、うん、ずっとフランス語勉強したいって思ってたけど、やっとこう勉強する時が来たなっていうなんか運命を感じて始めました、うん、自転車競技はフランスが本場でメジャーですし、うんうんうん、レースもフランスが多いので、うん、やっぱりフランス語を話せた方が今後キャリアとしてもセカンドキャリアとしても活かせるかなって思って勉強してます。ジャドーハラフランス、メルシーボクアドマン。私はフランス語が大好きです。ありがとうございました。またね、はい、アドマン、メルシー。はい、ということでこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント待ってます。お願いします。お願いします。今日もありがとうございました。一日密着していただいてすごく楽しかったです。学ぶこともいろいろあって、なんか自分のこう何気なく送ってた一日を論理的にも考えられて、すごくこのルーティーン
が今の自分にとってベストなルーティンなんだなっていうことを改めて再確認できました。もし皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんけんタイム最初は Y じゃんけんポン。バイバーイありがとうございました。どうでしたか、めっちゃ怖えて。本当にありがたかったです楽でした、楽ちんでしたなんかテレビの密着よりも全然楽ちんで、すごい効率も良くて、喋、ることもたくさんアドバイスしてくれて、本当にこんなに、こんなに楽しくて、こんなに楽しスムーズに撮影できて良かったのか、いいのかってぐらい、なんか本当にプロフェッショナルだなと思いました。安定感がすごかったです初めてバイクで練習についてきてくれた、その歴代の最初で最後のも本当にすごい、いや本当にすごい、これからもまた来てもらって、そうだね、また来てもらって楽しいですね。それができるっていうことが、もう発覚してしまったんですそのためにバイクの免許取ってあったんじゃないかみたいな伏線回収ですね。いや楽しかったです。良かったです。そうそう、なんか撮ってもらえてる、なんかすごいこう練習で、やっぱ今も桜のもう綺麗な時期で、なんかあこの絶景、なんか自分がすごい感じてるこう美しさだったり気持ちよさだったり楽しさだったりっていうのが伝えることがこれまでできる手段がなかったし、こう自分で撮影するっていうのにはもう本当に練習にハードに集中しているから、やっぱりその余裕はなくて。がそれを撮っておいてもらえる、記録してもらえるっていうのはすごい嬉しかったし、これが出来上がるのがものすごく楽しみです。楽しみだね。編集頑張ります。このハードさとこの楽しさとこの魅力がお届けできるっていうことが何よりも嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。高評価皆さんお願いします。グッドボタン、高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。ありがとうございました。